一月十三日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、FM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はいはい。えー、今日も大阪からリモートでお送りしておりますが、今日の大阪はいいお天気です。うん、なんかお日様さん,さんさんと徹底ですね。今も気温が8.9度。 昨日より4度ぐらい高いですね。で、いいではい、東京もどうですか、うん、今ね、屋上の温度計10.2度です。あ、東京の方がちょっと暖かいんだ。暖いでね。高いですね。はい、えー、最低気温もじゃあ今日はそんなに寒くなかったんですね。 えー、今日の大阪の最低気温はですね1.1、ね、度、昨日氷点下でしたから、はいまあ昨日に比べて、ああ、でも東京はね、氷点下ですねあやっぱり関東地方の方が朝冷えるんだろうなっていうようなことでございますが、うんうん、ただね、私もね。 まあ本当にこの商売をやってですね、ラジオはまだ経験浅いですけれども、<や>テレビの世界等々を合わせると相当長いことやってるわけですよ。ええ、そいでまあいろいろ偉そうなことを自分で言ってですね、でもすごい後で反省することがあって、<laughs> ま、なんかこう言ってんだけど、うん、物事には見方っていうものがあってですね、同じものだって見方を変えれば違って見えるわけで、うん、私がお伝えしているのは一面的見方じゃないかと思ってすごい反省することがあるわけですよ。ええ、例えばね、はい、え,えってなんですかそれ。ええって何 そこで、えっっていうところじゃないですよ、例えばと、ちょっとね、実験していただきますけれども、増山さん、ちょっと今、リモートなんでね、今、スカイプでそっちで何をやってるか見えますんで、まずね、テーブルの上ぐらいで、指を上向きに右手を立てていただきますか、右手の指を一本、右手の指を一本、もうちょっと下でいいです、もうちょっと下のところで、でね、時計回りに手をそれを回してください、時計回りにその指で。 いや、そうじゃなくてですね。天井と平行に回すんです。天井と平行に。えそう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 。回転面が、あ、素晴らしい。それでいいです。回転面が天井と平行になるように、今、松山さんは指を、人差し指を立てて、指を右に回してます。今、それはどっち向きに回ってますか、松山さん。時計回りだ。はい、時計回りに回ってますか。本当に時計回りに回ってますか確認してみましょう。それね、ずっと上に持ち上げていって、下から覗いてみてください。はい。どっち向きに回ってますああ 逆向き、時計、半時計回りです。そうでしょうん、えー、いや、だからさっき時計回りに回ってると思ったのは錯覚で、<え>実は半時計回りに回ってるんですよ。やだ、なん、んなんでですか <laughs> ちょっと志望さんえ、え、ラジオを機の皆さん、あのもしね <laughs>、えー、何かをやりながらの方は、もうあの、やらないでください、それでい、ね、コップでも落としたら大騒ぎになりますから、<え>でもあの、すごい暇にして、手がぶらぶらしてる方はですね、右手で天井に平面、平行な平面の円を右手で、目の下で描いておいていただいて、その回転を継続させたまんま、ずっと目の上に持っていって、下から見上げると、回転方向が逆に回っているように見えるはずです。 ね、それは当然で同じ回転なんだけども、<れ>上から見て時計回りは、下から見たら反時計回りになるわけですよ。<laughs> だけど同じね、同じものでもそんなに見,見え方が違うのに、はいはい、私がここで私流のものの見方をこうお伝えすることに関してですよ、それはあくまでも私の見方だからということで、ええ、いつも実は心の中でちょっと一つ流法を持ちながら、えー、お聞きになってる皆さん、私がお伝えしてることは私は信念に基づいて、私が正しいと思って喋ってますから、私、ええはい 信念の中では真実でありますけれども、はい、本当に皆さんにとってもそれが正しいかどうかは、おのおの判断してくれて構いませんよと、で私が申し上げるから、一方的にそれが正しいと信じ込まないでくださいねというのが、私のいつもの前提なんですけれども、えーえー、今日はさはさりながら、絶対的な。 私がもうこれ私だけではなくて全世界人共通だという真実を、ここでズバリ今日は述べてみようという、実は、そういうための今前振りでした。いいですか増山さん。はっきり申し上げますけどね、うどんにハンドクリームを入れるとまずいです。<laughs> てかね、そもそもうどんにハンドクリーム入れちゃいけません。 何したんですか一体。何があったかというと、昨日の寒さが原因なんです。みんな悪いのは昨日の今回の寒波なんです。今回この寒波を日本列島が襲ったことによって、どこの家でもそうだと思いますが、晩御飯何にしようか。いや冷えるから鍋にしようとこういうようなストーリーはどこの家でも展開されますよね。昨日あたりどこのあおでんですか。うちはですね、あのえっとうちの神さんがですね、こういう時はあの鍋の元みたいなやつを 買っててき野菜と肉を切ってぶち込むと一食出来上がるという、で昨日はいわゆるキムチ鍋だったんですよ、別にそれはキムチ鍋の元だろうみたいな野暮なことは言いません、出てきたものを基本的に美味しくいただくという、そういう方針なんですが、明らかにキムチ鍋の元が鍋の中に入っていて、その上に野菜とか肉とかぶち込むわけですね、キムチだから相性がいいのは豚肉でしょう、豚キムチっちゅうぐらいですから。だから豚肉 薄切りみたいなやつを入れて、はい、白菜だの、野菜だの、ガンガン、キノコだのを入れて、ええ、美味しくいただいたわけですけれども、だけど多分ね、なんとか鍋の元っていうやつの量と、入れる野菜の量とで多分合ってないんだと思いますね。<ー>うちはだから基本的に具の方が多くなるわけですよ。そうすると味薄まりますよねそうですね。 で、多分、キムチ鍋の素というのを開発した人は、はい、キムチ鍋の素で野菜を入れると同時に、キムチも追加することをきっと想定してると思うんですね。そうなんですか、ね、ところが、わかんないけど、で、うん、うちのキムチ鍋はキムチが入っていなくて、単にキムチの素に野菜を入れただけなもんですから、 ごめんなさいね。蒸 <laughs> せました。コロナじゃありません。<laughs> はいはい、もう最近なんかこう、蒸せたたんびにコロナじゃないよって言って、蒸、ね、せただけですって言わなきゃいけないのが、なんか、んす,ね、んかすごいめんどくさいよね。で、まあ昨日そうやってキムチ鍋をいただくに際して、はい、最後こう、一口、最後じゃない、最初一口食べてみたら、はい、あ、味が薄い、とこ思ったわけですよ。はい、で、この味が薄いのをどうやって救済するかと。で、冷蔵庫にキムチがないというのは確認してますから、<laughs> はい、うん、これはこっちじゃんだと。 で、私、コチジャンが家にあるという確信はあったんです。というのは、私、あの、去年までですね、えー、新型コロナが流行る前まで、あの、海外旅行 YouTuber で、海外旅行を自分で行って、えー、いろんなものを撮影して、で、その中で、 アシャナ航空に乗ったときに、アシャナ航空って韓国の航空会社ありますよね。はい、アシャナ航空に乗ったときに、機内食におまけでついてきたコチジャンのチューブをそのまま使わずに持って帰ったんですね。ええー。だからまあ少なくとも1年以上の前のもんではありますけれども、大丈,ね、まあ大丈夫かどうかわからないですけど、えー、コチジャンなんか腐らないでしょうわかんないけどいで。それが冷蔵庫にあるのは知ってましたから、はい、あ,あのチューブのコチジャンも足そうと思ってですね、うん、でまあそのチューブのコチジャンを足したわけですよ。はい、そのチューブというのが、 あの、歯磨き、家庭用の歯磨きありますよね。うんうん、あの歯磨き買った時におまけでついてくるぐらいの。 ま、あチューブのサイズです。うん、ちっちゃめのね。<laughs> ちっちゃめの。うん、だけど、あの、旅館に泊まった時に歯ブラシの横についてくるほどちっちゃくないんです。はい、結構それなりのサイズあるんです。サイズ感あるんですよ。<laughs> えー、ね、うん。それなりのサイズ感のコチュジャンを出してきて、うん、それをキムチ鍋の、うん、元を使って作ったキムチ鍋を食べるときに、はい、手元のお皿の中に入れて食べたわけですよ。うん、そしたら味が強化されてすごく美味しかったんです。<laughs> えー、で、昨日の夜はキムチ鍋で、当然キムチ鍋をやると最後に、えー、具が全部と、と、 われた後のお出汁が残りますよねお出汁だとか、豚肉だとかの出汁がいっぱい出ていて、うんうん、で、もともとのキムチ鍋の味もすると。で、これ捨てんの忍びないじゃないですか。はいそ,すね、そのまんま昨日の夜から今朝にかけて、食卓の上の、その電気のホットプレートのお鍋盤みたいなやつありますよね。はい、あれでやってるもんですから、うん、あれのまんま入ってたんです。うん、で、今日私がごそごそ置き出していったら、うん、テーブルの上にそれが一つ一つ置いてあって、うん で、あの、冷蔵庫の中に、あの、うどんがあるという情報がありましたんで、あ、これにうどんを入れて食べれば、れお昼ご飯一食浮くと。浮く。もう常にそういう考え方なんですね。<laughs> まあ、そうそう。ですか。<laughs> う考えて,てその電熱器にスイッチを入れて、温まったところでうどんを入れて、うん、美味しくうどんを、それをそのまま食べるような下品なことはしません。一応、丼の中に、ちゃんと一人分と、一 <laughs>、ね、人前分とって、食べるに際して、あ、これは味が薄い。 うん、昨日も味が薄いのは確認してると。うんうん、俺味を強化するためにはコチジャンだと。はい、どう思ってテーブルの隅見たら、うん、昨日から多分出しっぱなしになっていたと思われる、そのコチジャンのチューブがあった。うん、ね、うん、あった。 で、そのコチュジャンのチューブを開けて、うん、その私のどん,どんぶり鉢の上のう,、うん、うどんの水面というかお、お湯というか、どんぶり鉢のうどんの上にビュってかけたら、赤いものが出るはずが、えー、白いものが出たんです。で、そこで、えっ、ー、と思って、<laughs> <laughs> あい、ちょっと待てと思って、今ぶち込んだものを見てみたら、はいはい、ハンドクリームだったんですね、これが。<laughs> ものすごい確認す、ね。すうどんの上に、ハンドクリームを入れてしまったわけですよ。はいはい、で、ハンドクリームって基本的には油分、油分ですから、ね、うどんの表面にワッと広がるじゃないですか。一瞬で溶けるわけですよ。そうなんで、広げたことないからかんない。これを回収するのに苦労しましてね、スプーンを取り出してきて、<laughs> てうもう10分前かけて、スプーンで、<laughs> とにかくうどんの表面をこうすくい取るようにして、 そ捨てればいい見かけ上見かけ上は食べられる状況になったんでねで,で美味いくいただいたわけですけれどもいただきましたよ完全に頂い,いたんですがただねいくらその表面に漂っていた白いものを取り除いてもハンドクリームの香料ってやっぱかなりりもんですねやっぱキムチうどんにハンドクリームの香料が乗ると美味しくないです全国の皆さん <laughs> うどんにハンドクリームは合いません。はい。これ間違いなく合いません。これ、あの、見解の相違はないと思います。え、ないですけど。ぜひ皆さん、あの、それはね、信用していただいて大丈夫ですから。注意書きとして万が一入れてしまった場合には捨ててくださいっていうのを添えたいですね。いやいや、ところがそんなことないのはですね、<laughs> うん、という話を今日私の辛抱の旅 N というツイッターアカウントに書き込んだんですよ。その二つのね、チューブ、これはみ間違えるだろうっていう、たやコチジャンのチューブ、たやハンドクリームのチューブを、こう二つ 並べてこれテーブルの上に置いてあって昨日の夜食べたっていうこう成功大会がありますから無意識で入れるだろうこれっていうのをツイッターに上げたら書き込みをいただいた方の中で大丈夫じゃないかと思いますよだって私がそのツイッターに上げたハンドリークリームの油分の成分のうちの一人がな一つがなんとアボカドオイルあ ここで昨日の話につながっていくわけですね <laughs> えハンドクリームにアボカドのオイルを使ってんだと思って自然、まあ、素材系のハンドクリームだったんで<ー>そこに使われている油分は全部植物由来で<ー>その中の一つがアボカドオイルだったんですねアボカドだから食べられないこともないんじゃないかといやでもでもですね あ、でもですか。食べない方がいいです。まあ、そういうことで。え、皆さん、注意してください。うっかりということがありますからね。そうですね。え、はい。あの、ちゃんとこう入れる前に、あの、確認をすると。よく見てね。よく見てね。そうなんです。でちゃんとやっぱりあのね、あの、コチュジャンのチューブにハンドクリームと書いてあることありませんので。そうですね。あのだけど、これをやらかしてから、これなんか自分の中で帳尻が合わないと。ね、なんか、なんかすごい帳尻合わないなと思ったんで。 考えました。そうだ。これはこちちゃんを手に塗れば、プラスマイナスで損得で収支、<laughs> 収支上、成功するんじゃなかろうか。<laughs> どうぞどうぞ。お好きにどうぞ。うご自由に、えー。話進めてください。<laughs> はい、どうぞ。はい。では私は株と為替を伝えます。お願いします、はい。今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅に続進しました。 昨日と比べまして29、292円25銭高い、28,456円59銭で取引を終えました。なんか株だけ絶好調なんですよね。うん、そうなんですよ。また、1990年8月8日以来、およそ30年5ヶ月ぶりの高値を連日で更新しています。へー アメリカの大規模な追加経済対策への期待が高まったほか、原油相場の上昇基調も投資家心理を上向かせたということなんですね。で、為替相場は現在1ドル103円70銭付近で取引されています、まあ。昨日のこの時間と比べますと、およそ50銭ほど円高になっています。さあ、辛抱二郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。 4時台にはコロナ禍の足元景気につきまして第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんにお聞きします5時台は大阪愛知など7府県を対象に新たに緊急事態宣言を発出へというニュースを取り上げます番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは、 Z o o m. z-o-om, zoom, アットマーク 1242.com 番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。 まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです。アメリカの会員はペンス副大統領に対して、憲法の規定を発動し、トランプ大統領の解任に動くよう求める決議案を賛成多数で可決しました。ペンス氏はすでに拒否しており、民主党は13日に弾劾訴追決議案の審議に入ります。KDDI と沖縄セルラーは、 au 向けのオンライン専用新料金ブランドポボを発表しましたポボでは月額税別で2480円で20ギガバイトまでのデータ通信が利用できます中国の北京市に隣接する石火草市工場区の農村部では人口の3分の1にあたるおよそ2万人が11日までに新型コロナ対策の集中隔離のため施設に移されました 新型コロナの感染拡大を受けて、1都3県の知事や国土交通省が検討を要請していた終電時刻繰り上げの前倒しについて、JR 東日本は首都圏11路線で20日から当面の間、終電付近の一部列車の運転を取りやめると発表しました。終電が8分から32分早まります。また、大手私鉄も20日から一斉に繰り上げる方針です。 週末の映画動員ランキングが昨日発表され、公開から12週連続1位だったアニメ映画、劇場版鬼滅の刃無限列車編を抑え、今月8日から公開されたアニメ映画、銀玉ザファイナルが1位を獲得し、3ヶ月ぶりの首位交代となりました。 小倉智明さんが自身がキャスターを務めるフジテレビ系情報番組、情報プレゼンター特ダネの今日の放送で、3月26日の放送をもって番組が終了することを発表しました。1999年4月の放送開始から22年の歴史に幕を下ろします。 いやー、小倉さん、よく朝の番組を22年もやりましたよね。秋にわたりね。すごいわ。はい、私、ね、基本的にね、あの、月勤の帯番組って、ま、最大でも8年ぐらいしかもう精神的にも体力的にも持たないんで、<ー>私、あの、かつて夕方のニュースをローカルでやってた時は7年でやめさせてもらって、<laughs> 逃げちゃったんじゃないかな。<laughs> 7年。はい、7年。ま、限界でしたね。<laughs> <ん>ごめん、無理って言って、 まあ、あの、おかげさまでそれね、あの、視聴率最下位のところから立ち上げて、最後トップになったんで、もうもうこれ以上ないやと思ったんで、やめたこともありますけど、でもならないんで、で、その次、朝番組帯でやった時は、8年、8年でもうちょっと耐えきれなくなりましたね、心身ともに。もうもう限界、もう無理。まあ、それもおかげさまで、あの、もうどうにもならない、最下位からスタートして、そこそこの数字になったんで、もうもういいだろうっていうのもあったんですが、 いいや,いや救世主っていうか、まあ、たまたまの巡り合わせっていうのは、この商売、多いですから、大きいですからね、うん、でも、小倉さん、22年、すげえわー、ねー本当ですよすげえわ、えー、3月までですか、そうなんですよね、ちょっと辞める前に一回出してくんねえかな、これな、<お>ちょっと、<あ>ちょっとじゃあ、<お>交渉しててください。おさんが <laughs> でもこれってね、交渉次第では実現の可能性がとても高いと思われますが、進めてよろししいでょうかじゃあ、ボランティアで、ボランティアで出ますからって言ってね、ちょっと小倉さん、いっぺん会いたいんですよ、お会いしたことないんでしたないんですよ、私、だってこの業界、でゆうや、ローカルの司会者ですからね、東京のそんなキラキラした芸能人の人とか、わないですよ私ね、今でも覚えてるんですけど、小倉さんと以前、番組をご一緒させていただいてた時に、小倉さんの土曜日の番組が終わって、辛坊さんに移られるっていう形だった たんですねこの日本放送でそうそうなんですよ土曜日。 え土曜日のあの、この今、辛坊治郎ズームそこまで言うかの、うん、土曜日の午後1時からかからやってる時って、うん、私の前のキャスターが小倉さんだったんですかそうなんで、今でも覚えてるんですけど、小倉さんが、あの、公認誰って聞いた時に辛坊さんって言ったら、ああ、辛坊さんの僕も聞いてみたいとおっしゃってたの私ね、今でもすごい覚えてます、ね。あら、そうですか。<う>あ、それは失礼しましたね。それちょっとどっかでやっぱり挨拶しないといけないですね。ね<れ>ぜひこの番組ね、本当ひどい目に合わされたんですよ。私さ、何の気なしに受けたんですよね。

すみません、ちょっとこれ裏って、どなたがやってらっしゃるんですか、ね。あ、あの文化放送みなもんたで、T. B. S. が久米宏。ええー、ううどんな枠だよ。その激戦区だったんで。そ勘弁してよ、その枠っていう。<laughs> お,お願いだから、許してくれるみたいな感じでしたけどね。そ,そうですか、大倉さんですか。あ、まあ、まあ、まあ、そんなことで。え、お疲れ様でした。ね、はい、まあ、そういうことです。はい、偉大な先輩でございますが。うん、えー、銀魂が鬼滅を抜きましたが。もう鬼滅も、なんか、<う>ほら、千と千尋の。 達成感って感じですよねね一つで、えー、私あのそのおかげでですね、えー、まあ私このラジオでも何回もずっとお話ししましたけど『<っ>鬼滅の刃』をまず最初に映画で見に行ってそれでまあハマって。 え、世の中がブームだっていうんで、いや、見とかなきゃいけないっていうんで、最終的にコミック全巻独ハまで行くわけですけれども、うん、その中間の過程として、テレビシリーズ全部見たっていうのがあるじゃないですか。うん、で、今、テレビシリーズを、あれ、ネットのサービスで、見放題みたいなやつで、こう見てたら、うん、次のおすすめがどんどん出てくるわけですよ。<laughs> そうですね。ねで、鬼滅のシリーズが終わって、そこのスイッチを入れるとですね、あの、呪術回戦っていうのが、はい 今、売りですからって言って、おすすめで出てくるわけですよ。それずーっとプレッシャーっていうか、あのー、差 <laughs>、ね、し示されて、そうなるとこっちもへそが曲がってますから、誰か見てやるかよ、<laughs> こんなもんと、こう思うわけですよ。そんなとこで。ね ほんで、ところがそうやって抵抗してたんですけれども、ついにあの、毎晩毎晩見てる B 級映画が尽きてですね、もう見るもんなくなって、<laughs> しょうがないし、今日はじ時間が2時間もない、1時間ぐらいしかないと。で、アニメだったら、1本20数分で見られますから、ええあ、これ短い時間で見るんなら、まぁ、あ、呪術改正、あそこまで宣伝されたらちょっと見ないわけにいかないと思って、見たら、ハマってそのまんま13本全部見ました。おえ、面白いですか 呪術回戦ですか、ええ、だか鬼滅のファンの皆さんには申し訳ないけれども、うんうん、あの、鬼滅とテイストが似てるんですけど、もうちょっと洗練されてるっていうか、都会的で大人向きですね。のー 内容的にはね、近いっちゃ近いかもしんないですけど、まあ似たような、まあアニメは過去もたくさんありましたから、どれとどれが似てるってこともないですけども、あの、まあ鬼滅はちょっとやっぱりあの、血がピューピュー飛び散るシーンがあって、子供さんにはっていうね、方いらっしゃるじゃないですか、その気持ちもわからんではないですけれども、 呪術回戦と比べるとですね、やっぱ鬼滅の方が若干多分ターゲット年齢層低いんじゃないのっていう、<ー>呪術回戦の方がターゲット年齢は高そうだなっていう感じが。えーうん 正直ありましたね。ま、あ13本一気見するぐらいハマっちゃったわけで。そうなんですよ。ところがね、これは呪術改正まで13本しかなくてですね、14本はまだオンエアされてないっていう状況の中ですから、はい。すごいこっからの展開が気になってですよ。で、前この話したかもしれませんけど、頼むよ、知るまでに完結させてくれよと。これが生きてる間に。そう。お前、あの、進撃の巨人。で、呪術改正13本見終わったら、次、そのネットサービスは 私にですね、はい、進撃の巨人のアニメを見ろって言って、ものすごいプレッシャーをかけてくるんですよ。スイッチ入れるために進撃の巨人が出てきて、そろそろ見なきゃいけないのかな。まあまあね、これはまあ、あの、今年の4月9日に完結するっていう情報がね、うんえー、ありましたから、ね、だったら見始めても死ぬまでに完結するかと思ってですね。受注、うん、にはまりまくってますね。えー、本当ですよ。えー、もうどんだけアニメ見てんだっていう、この年で。<laughs> <と>本当に。そんなこと言ってる場合じゃありません。はい、KDD の、 あのー、k d,、DI、k d ついにで出してきました。うん、一番最後に出してきました。で、去年、いくつか案を出したときに、KDDI は、ボロッカス叩かれてですね、な、うん何だよ、これ、舐めてんじゃねえのかと言われたんですが、さすが、やっぱり一番最後に出してきただけあって、おここまでやるか、の、世界ですね。うん、20ギガバイトで2480円は、これ安いわ。うん で、普通に、ま、動画をね、私みたいに携帯で動画ダウンロードしてガンガン見るとなると20ギガバイトで足りないことも出てきますけど、普通にネット使ってる人でスマホで20ギガバイト超える人ってま、そんなにはいないだろうなということを考えると20ギガバイトで2480円っていう、これはやっぱり KDDI も本気で、え例のあの、どこも系が出してきた案に対抗してきたなっていう感じですね。ちなみにですね、 なんだよ、このポボっていう言い方は。あるのポボって。ポボってなんだ調べてみました。はい。ポボとはですね、えー、ポイントオブビュー。まあ、あの、視点ですね。えー、と、それからあの、ラテン語の、あの、アブ・オーボっていう言葉があるんですが、これはですね、成長と誕生を意味するラテン語らしいです。このポイントオブビューと、 アブーブーのラテン語を組み合わせて、ポボ。<laughs> 言いにくいよね、これいいいい。どうせ言いにくいなら、キャリーパミパミぐらい言いにくいのが捨てたよかった。<laughs> 思い切ってね、はい、言えてなかったですけどね。えー、で、<laughs> 今日のニュースズームオン一発目、何でしたっけあれえっとね、長崎の関東電,電力不足の話ですね。そ<う>皆さん、さ節電に注意しましょう、うん、心がけてください。以上、えー、ズームフラッシュでした。 1月13日水曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛抱二郎と。東京有楽町日本放送のスタジオから、増山さやかでお送りしています。さあ、明日木曜日ですからね、木曜日は飯田アナウンサーも登場します。飯田くんは今週の月曜日の成人の日にですね、あの、大学ラグビーを新国立競技場に、えー、取材に行って見てきたていうこといええー、とでも、アナウンス室長さん。はい。飯田さんはスポーツアナじゃないですよね。 あそ,うですそうです、まあ、でもそうですれなのにラグビーの取材、行くんですか幅広い知識を。単に遊びに行っただけじゃないの、それ。<laughs> より多くのね、えー、知識をあれですね、今年の大学ラグビー、まあ、いわゆる大学選手権ですけども、うんうん、天理が優勝したんですよね、天理対早稲田で、関西勢が大学選手権で優勝するのは、1980年代前半に。うん 同志社が3連覇して以来のはずですよ。じゃあ、ずいぶんと。私、当時ね、ここだけの話ですよ、ラグビー記者でしたからね、ラグビー担当アナウンサーでしたから、ラグビーちょっとうるさいんですよ。なんか以前もね、ちらっとそんなこと聞いたようなそうなんです、ラグビーでは本当ひどい目に遭わされてですね、今ね、大学選手権くらいになると、テレビで中継しますけども、それに至る。 あの、リーグ戦みたいなやつは、もうテレビでなかなかね、大学のラグビー中継したりしないじゃないですか、あ<ー>まあ、聡明ラグビーとか、総計ラグビーぐらいになるとまた別格みたいですけども、うん、ところが関西では当時、 あの、そういう大学のラグビー中継やってたんですよ。うん、で、私リポーターだったんです。で、私リポーターですから、うんえ、何をするかというと、勝った方の監督インタビューっていうのを、こう待ち構えていてやるのが私の仕事だったんですよ。で、ある時にですね、で、で、放送時間生ですから、生放送中で放送時間帯に、時間内に監督インタビュー入れなきゃいけないんです。<え>で、試合が終わりました。うん、放送終了まであと2分です。当然私がバーッと飛び込んでって、監督にマイクをこう突きつけますよね。はいはいはい ところが、関西のスポーツ新聞の記者が、ダーッと先に監督を取り巻いたんですよ <laughs>、ええ。すいません、ちょっとあの中継あと2分で終わりなんで、先やらせてくださいって言ったら、うん、そのスポーツ新聞の記者にどつかれまくりみたいなことになってですよ。<laughs> <ー>何の権限があってそんなことを言うんだと。<laughs> <ー>まず俺らが先だって。<laughs> いやいや、そうじゃなくて、もうこっち生放送であと2分で番組終わっちゃうんです。<laughs> 知らんって言われてね。も <laughs> う、大変じゃないですか。これでね、 つかみ合いの喧嘩になったんですよ。<laughs> はい。まあ。はい。そのつかみ合いの喧嘩になった相手の人がですね、はい、後に出世をされて、三 K、はい、スポーツの関西支社の一番偉い人みたいなことになってですね。あんな。それなんです。めぐり合わせになるべきで<ま>す。<laughs> そうですよね、人生ってね、そんなね、そんな青春時代がありましたですけどね、だからまあ、その私あ私、スポーツアナに関しては、早々にだめのレッテルを貼られましたんで、まあまあ、私の人生にはさして影響はしなかったんですけど、ラグビーというと、私は今でもね、東大阪の花園ラグビー場におけるその大事件を思い出しますが、メール等、いただいてますね、アボカドについて、やっぱりたくさん今日もいただいておりまして、静岡県静岡市のマサさん。 アボカドについてですが、自分は数年前に2メートルぐらいのところで枯らせてしまいました。2> あー2メートルで枯れることもあるんだ。うん、で、その当時いろいろ調べたんですが、アボカドは、オスの花とメスの花が同時には咲かないらしく、受粉をして実をつけるためには、数本の木が必要らしいですよ。あらま。なんですって。 じゃあ、まだ先は長いな。アボカド農会の道は長いぞ、これだからもう一本植えなきゃいけない。いや、今二本植わってるんです。あそうか、じゃあ、二本。で、今三本目が出てきてるんですよ、実は。だから、ね、ああ彼らが順調に育ってくれるや。彼女らかもしれませんけれども、うんうん、将来私はね。<laughs> もう、アボカド栽培で巨万の富を成して、へへへ。 じゃあ、あの、そうなったら美味しいところをうちにもお裾分けしてください。<laughs> そうですね。楽しみにしています。はい、そうしておいてください。<laughs> さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、<laughs> zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。 この後はコロナ禍の足元景気につきまして、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さんに伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。12月の景気ウォッチャー調査大幅に悪化。 内閣府が昨日発表した去年12月の景気ウォッチャー調査によりますと、3ヶ月前と比べた現状判断指数は、前の月より10.1ポイント低い35.5でした。12月28日から全国一斉停止となった GoTo トラベルなどが影響していると見られています。 ということで、月一レギュラーコメンテーターのご登場です。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さん、スタジオにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。ますどうですか東京一都三県、はいえー、今日からそれに一つ県が加わりますけれども、はい、緊急事態宣言が発令されて、公園、はい、等はあの打撃をこうってるんじゃないですかええー、若干ですね、はい。 あの、講演会社がやるようなやつは、ま、できるだけやる方向で言ってますけど、やっぱり会社、会社主催のやつは、結構キ、はい、結構キャンセルになってます、最、はい、ああ、まあ、あの、会社主催というのは当然ね、えー、長浜さんのお立場がありますから、はい、やっぱり長浜さんの肩書きの会社では、早々実施しづらいというところがあるんですね。はいはい、まあ、中小の講演会社のところは、まあ、要するに、それは、あのー、 もういいや、もう。いや、中ュで、今日はね、12月の景気ウォッチャーが今日、まあ、新聞に一斉に出てて、大幅に悪化してるって話なんですけども、はい、株上がってますよね。何が起きてるんですか、これ。あこれはですね、やっぱアメリカの方で、あのー、この前、ジョージア州の上院選の決席投票があって、はいはい 両方とも民主党を受かって、要するにアメリカ上院50対50だけれども、はい、副大統領が上院議長であるということを考えると、はい、民主党が、まあ要するにキャスティングボートを握ったということですね、はい、上院でも。そうですまあ、いわゆるトリプルブルーと言われてるんですけども、まあそれで。トリプルブルーは民主党の、民主党の象徴なんで、うん、政権が民主党、上院も民主党、下院も民主党。そうです。 でそうなると、バイデン政権の方が財政をすごいたくさん出すっていう感想があるので、それで景気よくなるんじゃないかということで、えー、株が上がっていると、<ー>いうことですね大丈夫なんですかね。はい いや、あの、おっしゃる通りで、あの、まその株価が割高か割安かっていう、その水準で見ると、はい。かなり割高だと思います。今の日本株の水準って、来期の企業業績がだいたい5割増益とかそれぐらいの水準なんですけど、<laughs> 多分そこまでいかないと思うんで、ああ<ー>、えー。まあも,も,もちろんね、その企業業績見通し通りに株が動くわけじゃないので、はい。あの、これすぐ下がるかと、そんなことはないと思うんですけど、ええー。何かのきっかけで下がるときは大きく下がる。 まあ余地もあるるかといいう水準ままで来てると思いますそれとね、もう一つ、もほとんど報道されてないんですけれども、知ってる人は知ってる話で、あの、ビットコインが、一時期ずっと上がってたじゃないですか。ああはい、私ね、それなんで気がついたかというとですよ、あの、ビットコインをや,やってる私の知り合いの若い人がですよ、はい、あのー、時々、飯食わせろって言って,やって、やってきてたんですよ、時ね。<laughs> ところが、ここ何ヶ月か、全く言ってこなかったんで、ああ なんでかと思ったら、ビットコインがすごく上がってて、<laughs> 人に飯をたからなくてもよくなってるっていうことがあって、で、<ー>調べてみたら、確かにビットコインすごい上がってて、はいはい、ところが、ここへ来てビットコインまた下がったっていう話がちょっと一部伝わってきてですよ。はい、そろそろ飯食わせろって言ってくんじゃないかと思って、ドキドキしてんですけど、うん、可能性あるかもしれないですね。これ何が起きてるんですかいや、でもですね、あの、まあ、実は株価とかっていうのは、まあ、将来の企業業績の見通しとかで動くんですけど、ええ、ビットコインって、要はどういう要因で動くかって、 なんていうのかな決まりがないというか。はあ、だか本当に、どういう意味でいくというか、まあ、これまで上がってきたのはおそらく、その、まあ、グローバルにやっぱりね、世界中が、まあ、お金ジャブジャブ吸ってね、経済政策やってるので、ええ、まあ、それでね、あのー、いろんな商品上がりやすいってなると思うんですけど、はい。ちょっと最近の下落はよくわかんないですね。強いて言えば、だからなんですかね、あの、まあ、株が上がるのと同時に財政たくさん出すんで、アメリカの長期金利が結構上がってきてるみたいなことは、まあ、確かにあるんですよね。まあ、そういった意味で金もちょっと下がってるんですけどね。なる,どなるほど、なるほど。はい。 今、あの、キーワード出ましたけども、それもちょっと今日聞こうと思ってたんですけど、はい。アメリカの長期金利がずっと1%超えてますよね。そうなんです。はい。これどういうことですかこれはですね、まあ、まさに先ほどの株価の上昇とも絡む話なんですけど、まあ、それだけバイデン政権の方が経済対策たくさんやるので、その分財政赤字が拡大しますと。っていうことは、それだけ、え、はい、アメリカが国債を大量に発行するので、そうなると、まあ、長期金利っていうのは国債のね、利回りですから、はい。要は、それだけ国債が、 大,大量に発行されればですね、供給が増えるってことなんで、えええええー、まあそれで消化が済みやにくくなるってことで金利が上がると,いうことです、ね。そういうのはね、はい、まあ要するに教科書通りというかですね、まさに今長浜さんが解説された構造でアメリカの金利が上がってきているというのは理解できるんですが、はい 逆にまあ、日本の金利って、背景は同じなのに、はい、まあこれ最終的に日銀が買い支えてるからだって言われるや、それで終わっちゃう話なんですけども、はい、あの、同じような背景の状況なのに、日本の金利は全く上がらないのはどういうことなんですかね、これは。ああ、これはあの、日銀がですね、あの、イールドカーブコントロールという政策をしてまして、えーえー、普通の国の金融政策っていうのは、まあ一番こう短い銀行間で今日借りて明日返すみたいな、そういった政策金利を、あの、コントロールすることをやってるんですけど、はいはい、日本の場合はもうそれだけだと、 足りないんで、いわゆる十年国債の利回りもまあ中心ゼロパーセントプラマイナ二パーセントぐらいにあのの間しか動かさないように日銀が長期,長期国債もオペレーションやってるんですよ、ね、はいはい。だからそれがね、だからそれがまあ今のところ有効だから日本の金利は上がらずに済んでるんですけど、はい、これす永遠に有効なんですかね？永遠に有効ということは、つまりそうやってずっと日銀がコントロールできるもんなんですか？ あ、やる気になればできると思うんですけど、ただ逆に言うと、経済がある程度戻ってきている状況にもかかわらず、うーそのまま金利をその上げないでコントロールーしてしまうとですね、えええー、もうそれこそあの、バブルとかインフレとかあの、そういう状況になっちゃうと。 可能性あると思います。まあ、全然今の日本は全然、まあ、そういう逆に言うと、今は、今の日本はとてもじゃないけど、そんな景気の状態ではないということですね。はい、で,で、まあ、あの冒頭の話に戻っていくわけですが、はい、12月の景気ウォッチャー調査で大幅に悪化してると、さあ、これの分析をお願いします、はいまあ、これはまあ、調査のタイミング的に見ても、あのやっぱり GoTo 停止の影響が大きいのかなと思います。 で、実際にこれ、あの、業種別でちょっと私データ持ってきたんですけど、ええ、あのー、まあ、全体では30いくつですけど、業種別で一番下がってるのがやっぱり、あの、旅行交通関連。まあ、そうでしょうね。17.9。で、次に下がってるのが飲食関連、20.9。で、ええ、次が、ええー、医療品専門店が25ってことなんで、ええー、まあ、これは、あのー、まあ、GoTo 停止で、逆に言うと、まあ、緊急事態宣言発出の影響は、おそらく1月分に出てくるかなと。 うんなるとさらに下がる可能性が高いと。これね、よくあの、まあ、新聞読んでると、ま、これ、新聞によっても主張がいろいろなんですが、まあ、一部の新聞なんかはもう明確に、今は経済よりも、感染拡大防止が、抑止が先だろうっていう、まあ、まあ、そう言われると、誰も否定できないんですけども。はい その考え方で本当にいいのかなと思わんでもないんですが、どうなんでしょうね。ああ、だからまあ、私はその結局ボトルネックになっちゃってるのが結局医療提供体制だと思っているので、はい。私は一番望ましい姿っていうのは、別にその感染が増えようがその医療提供体制が逼迫しなければそっちの方がいいと思ってるんで、ええ。ええただね、でも、端的にその医療提供体制すぐにこう拡充できるかっていうとなかなか難しいと思うので、 まあある程度はね、これだけ感染広がっちゃったら仕方がないのかもしれませんけども、まあ逆に言うとまあ、まだ感染が落ち着いていた、あ夏とか秋の間になんで医療提供体制拡充してなかったのみたいな。結構あの、この前日経新聞出てましたけど、驚くべきデータでなんか5月ぐらいの時よりもなんか、ね、医療提供体制がなんか減っちゃってるみたいですね。あ、それは僕読んでないですけども、ええ、現実問題としてこれはもう何回もこの番組で申し上げてますけど、最近になってようやく、 一部のワイドショーでも報道され始めてますけれども、はい、日本ってあのベッド数は人口当たりで全世界一の数で、ICU、集中治療室もあのに全,全世界で人口当たり世界一で。 であの今回の新型コロナの発症者数、人口あたりでいうと、イギリスやアメリカやフランスやドイツに比べても、桁が一つした、死亡者も一つした、で、なんで日本だけで医療崩壊するんだっていう、はいはい、おかしいだろ、それっていうのに、いね、ようやく、ねあのまあ、ニュースやワイドショーも最近気がつき始めましたけれども。はい、なんか 新型コロナとは違う政治的、あるいはその、業界における利益の問題であるとかっていうような人為的背景の方が今回大きいなっていう感じが非常にしますね。いや、おっしゃる通りですね。で、あとは多分やっぱりその指定感染症の問題もあって、<や>本来ね、ねはい、ね、そこまで考え、いやね、いろいろなんだろう、あの、医療提供体制を充実させなくてもいいような。 あ状況なのに、そこまでやらずれないっていうところも影響していると思いますねそうなんですね、ただ、これもこの番組で何回も私、申し上げてますけれども、はい、理屈としては、あの私と,、えーとえー、長浜さんのおっしゃってることは、非常に多分論理的に考えると正しいんだけど、はい、論理的に考えて正しいことが、政治的に正しいかっていうと、また別のところがあって。はい ね、えー、そういうことで何かを変更した結果、何かが起きて、その責任を取らされるリスクを考えると、はい、今回みたいに知事が緊急事態宣言出してくれって言ってきたら、政府としては出した方が、政治的には負担が軽くなるっていうところがあって、はい、結局そっちの方に流れてくるのは、 長期で見たとき危険だろうなって感じが正直するんですけどね。まあそうですね。だと個人的に思うのが、まあ特にその東京で感染が増えちゃったのねこれもよく言われた話ですけど、大阪とか北海道でそこまで増えなかったっていうのは、やっぱ早めにね、やっぱり飲食店の時短あはあると思いますね、はい、はい。東京はね、なかなか動かなかったんでそ。そうなんですね。東京に比べて大阪の方が1ヶ月、あの飲食店に対する時短要請が1時間、 あの終わりの時間が早かったんですよね、これがまあ、それなりに効いてんじゃないのって話があるんですが、はい、ただね、政治的な判断でいうと、私、つくづく思ったのが、はい、あの年末で場所によったらもっと早い段階で GoTo 停止したじゃないですか、はい、でまあその結果、今、非常に経済に影響は出てるんですけど、はい、もしこれね、GoTo を続けていたらどうなっていたかっていうと、今、恐らくもうマスコミも野党も国会も、年末年始 GoTo を停止しなかったから、この感染爆発が起きてるって、必ず追及されてますよ。はい <laughs> これね、野党も一部のメディアも、GoTo 止めた後の話だから、g ゴートゥーガーって言えなくなっちゃって、はいえー、対応が遅い年からなかなか追及できなくなってるんですが、はい、政治的には。 あの、やめといて、多分菅政権は相当助かっただろうなと思いますが、その結果、旅行業者はえらい目に遭わされてるわけで、そうですね、だから、何が判断正しいか難しいなってつくづく思いませんね、これ。いや、そうですね。で、足元のやっぱ感染もね、やっぱり g まあ前もお話になりましたけど、そのね、やっぱ低温乾燥の要因が大きいと思うんで。そうなんです、えー、それとね、やっぱり、ね、GoTo がやり玉に上がったことで、GoTo さえやめれば感染が、 あの拡大が収まるみたいな、ああね、逆に印象も広がって、はい、でも実際に感染拡大させてたのは、はいあの、それは年末、その銀座界隈のオープンカフェでも、若い兄ちゃん、姉ちゃんが真っ昼間からシャンパン飲んで大騒ぎしてて、これだろ、感染原因は <laughs> いや、おっしゃる通りだと思います。GoTo じゃねえだろうと思うんだけども、GoTo、はいはい、を責める方が政治的に得だという背景があると、そこばっかり責めて、本当の感染原因を言わなかったツケが今来てるんじゃないのって感じが、私はつくづくしますね、<や>これ。 あのおっしゃる通りだと思いますす私も同感です、はいえーまあ、しかし、そんな中でもなんとかしなきゃいけないわけで、さあ、どうしましょう、これからうーん、まあ、だからそうですね、なんかね、医療提供体制もうちょっと拡充してほしいんです、なんかもうちょっとなんか広域で協力して、なんかやってもらいたいな部分は、まあ、一つはあるとは思うんですけど、ただ、あとは。えー うん、なんとかあれですかね。私結構そのね、あったかくなってくればちょっと落ち着いてくると思うんで。はい。え、そこまで、はい、あのー、なんとかしのぐ。うあとはあ、できるだけワクチンの接種を早くしてもらいたいなと。はいはい。もうそれ、それにつけるんじゃないかなと思いますけど、ね。長野さん、今ご講演をされるときに、今一番旬な話題でど、どこの話を中心にされるんですか。はい、旬な話題ですかまあ、その、聞くお客さんによっても違いますけど。ええ。 どうですかね。まあ、やっぱり、一つやっぱり鍵握るのがそのワクチンの話なんで、あれなんです、はい、あとは、あの、結構細かいところで言うとですね、多分そろそろ、えっと、ほど出てくると思うんですけど、あの、今年日銀の、あの、審議員が3月と6月に交代するんですけど、はい、で、次どう、どういう方がなるかみたいな。<laughs> それ次第では、の菅のミクス、アベノミクス継承と言ってるけど、本当にそうなのかどうなのかっていうのが見えてくるかなっていうところで、えー、その人選次第では、2023年の4月に任期を迎える黒田総裁の後任がどういう人が選ばれそうかみたいなはい、はい、あのが、あのー、分かってくるんじゃないかとか、まあ、あとはそうですね、あのー、9月の自民党総裁選に向けてね、菅、えー、のミクスが続くのかどうかとか。うん それ、すごい面白いですね。ええ、それ、どうしてす、あの、長浜さんは公園で喋って、ラジオで喋んないんですかえいや、そういう流れに <laughs> なれば喋るんですけど。<laughs> <laughs> あの、ええ、一つ聞きたいんですけど、はい、原油がここへ来て上がってきてますよね。あ、原油、はい。なんでですか あ,あこれ、やっぱり、あの、景気が、こう、回復する期待が、まあ、強まっていることと、もう一つはですね、やっぱりこれ、まあ、ラニーニャ現象とかの影響もあると思うんですけど、ええ、あの、やっぱり北半球で、まあ、特に日本なんかもそうなんだけど、もうすごい大寒波が来ていて、はい、まあかなりその、えー、化石燃料の需要が、あの、上がっちゃってるんで、えええー、日本でもあれですよね、なんか化石燃料、LNG が足りなくて、 いそういうすね、だから、さっきのニュースでやろうと思ったんですけれども、ね、化石燃、ね、料、LNG ってあの原油や石炭に比べると、まあ、石炭は気化して蒸発しないですけど、LNG って、はい、あの長期保管に向かなくて、どうも一部、やっぱりどうやったって揮発するので、はい、ー今、LNG が不定してて、発電に回すのはあの大丈夫かっていう話になってるって話ですね。 そうですね。でも今まではね、なんか環境に一番優しいから、化石燃料の中では一番いいって言われてますね。まあそうですね。はい、そうですね。だからやっぱりメリット、デメリット、いろいろあるんだなと思いますけど、いや、なん、はい、で原油を聞いたかというとですね、はい、いや、当然、あの、国際的な経済を考えるにおいて、原油が非常に重要だということがあるわけですけども、はい、目の前にいるこの番組のサブディレクターの鍋谷直樹君というのがですね、去年から原油の取引に、あの、手を出してですね。<laughs> <laughs> ちょっと重かったんですよって言ってるんで <laughs>、<laughs> どの辺が売り時かというのをアドバイスしてやろうと思ってですね <laughs> あまあどの辺で買ったか次第だと思うんですけど <laughs>、いや、もう利益出てるらしいですよ。あですよね、うんはい、いやまあう、いや、確実に利益をあの得たいのであれば、今確定してもいいと思いますし。<laughs> 投資の鉄則ですよね、投資の鉄則ですよね儲かってるとき、売り逃げるという、その後よくね、でも長間さん、株やる人もそうなんですけども、今、例えば1割儲かってると、1割儲かってるから、これ、1割利益を確定して売ったら、大体株って売った途端にさらに上がってですよ、もうちょっと持っといたら2割儲かったのにとかって話あるじゃないですか、この辺こ経済のプロはどういうふうにアドバイスするんですか。要はですね もうそんなそのボトムで買って、ピークで売るなんて、もう誰も無理なわけですよ、なので、要はあの相場の格言っていうのかな、よく言われることで、頭と尻尾はくれてやれっていう言葉があるんですけど、ええ、頭と尻尾はくれれてやれ、ええ、そういうやっぱりスタンスで望むのが、そもそもボトムとピークで売り買いできること自体が無理なので、もうある程度、利益が出たことであの満足。ええ するという精神が重要だと思います。こはい。<laughs> 後から振り返って、いや、あそこがそこで、あそこが高値だから、うん、あそこで買ってあっちで売り抜けてたらすごい儲かったのになって、はい、後なら誰でも思うんだけど、<laughs> そんなことはできないんですね。はい、<laughs> そうですね。あとはもう、もう割り切って長期投資、長期保有で、ええ、ちょっとずつ買っていくみたいなね。 長期投資でいうと、はい、これ、戦後の株価を毎年毎年平均で買ってると、はい、あの頻繁に売買するよりよ、あのずっと置いといた方がよっぽど儲かってるって話があるじゃないですか。あおっしゃる通りです。で特にあのアメリカの株価インデックスをドルコスト平均法って言って、ちょっとずつ買っていくと、為替、ね、の,のリスクも平準化されるし、アメリカの株ってずっと上がってきてるので、はい、そういう人は大体儲かってますね。 どうなんですかね、うん、だけどね、今ここまで日本の株価もそうだし、アメリカの株価も上がってきてるタイミングで、いや、常に思うのは、はい、株が上がってる時って、いや、今買ったら損だろうって、誰でも思いますよねこれあそうですね、確かに今の水準は結構割高<の>度水準はきてますね。はい、この発想はどうなんですか いや、でもそれもあの間違いじゃないと思いますけど、ただそうなると、いつ始めるかで,で、これでまた逆にコロナショックの時の下がったら下がったでもっと下がるかもしれないで動けないわけじゃないですか。ええ。ってことからすると、思い立った時にですねそこからちょっとずつ、毎月ちょっとずつ買っていくみたいな、そういう方向でいいんじゃないかなと思いますけどねなるほどね、うん、分かりました、はい、じゃあ、鍋谷直樹君にちゃんとアドバイスしときますとりあえず儲かってんなら、売り逃げろと。はい、<laughs> 確実に利益を確定するんだあうそうですよね。はい それはおっしゃる通りだと思いますが、はい、さあ、えー、その政府の政策でいうと雇用調整助成金は今のところ2月末です。はい。ただ今の雇用調整見るととてもじゃないけどこれで終われないですね。そうですね。だから多分その緊急事態宣言の影響で。 ええー、私、まあ、12万人ぐらい、多分、上乗せで失業が出てくると思うんですね。今、だから、12万人分、12万人分の失業、雇用調整助成金等で表面上見えなくしてるってことですね。そうです。で、さらにそれが遅れて出てきますから、それを考えると、はい、多分、2月までやって、そこから徐々にね、あの、手締まっていくって今、状況になってますけど、ええ、うん、ま、再延長が、 私は必要になってくるんじゃないかなと思います。そうですね。ええー、多分ね、その頃にまた長浜さんにはスタジオにお越しいただかなきゃいけないと思いますが、はい、ね。その頃は私はそっちのスタジオで実際に顔を見ながらお話しできることを楽しみにしてます。んあ、こちらこそお願いします。何とかしてください長浜さんの力で。え、いや、<laughs> そこまで力はちょっとないんで。<laughs> <laughs> ありがとうございました。したお願いいたします。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんでした。 1>, 1月13日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。ここで辛坊さんのエンディングソングリクエストをお伺いします。まあ、年の初めね、えー、あんまり景気の良い,い話が聞こえてこなくって、なんとなく皆さん世の中元気がない雰囲気なんで、えー、せめてここのエンディングリクエストコーナーだけでも元気を出そうじゃないかということで、元気が出る曲シリーズというのをお届けしております。はい、はい、えー、2週目の今週は、 あの、ザードを負けないで、それからあの、ファイトソングを昨日おかけいたしました。昨日、久々に洋楽だったんで、はい、もう今日も勢いで洋楽に行こうと。うで洋楽で一番元気の出る曲は何かと、はい、ふっと思った時に、はい、もうパッと出たのはもうこの曲ですね。なんでしょうかジャンプあ バンヘイレンはいはい、元気出ますね。古い曲ですけどね。<laughs> 確かもう30年ぐらい前の曲じゃないかな。だから今の若い人知らないんじゃないかと思いますけど。で,ね、でも初めての方も、あの、一発聞くと元気になりますから。うん、大丈夫です。ね、とりあえず、ジャンプという声が聞こえたら、みんなで跳ねると。<laughs> はい、<laughs> 跳ねましょうとりあえず跳ねてみよう <laughs> はい。<laughs> はいじゃあ跳ねるということで、準備お願いします。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間をお待ちしていますので、明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などでも構いませんのでね、どんどん送ってください。メールは zoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ、えー、漢字で辛坊二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛坊二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。 日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後に特集するニュースはこちらです大阪、愛知など7府県を対象に、新たに緊急事態宣言を発出へ。 政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している大阪、京都、兵庫の関西3府県と愛知、岐阜、福岡、栃木の各県について新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言の対象に加えます期限はいずれも2月7日までですまあ今週お伝えしているように、えー、各知事の立場からすると政治的にやっぱり発令してもらうということを国に言うことの メリットデメリットを考えたときに、まあこれはもう要請しない手はないよねっていうことになるんだろうと思いますよ。政治的リスクとしてはそれがはるかに少ないですからね。で、その上、緊急事態宣言というふうに認められると、あの、飲食店に対しての休業要請した時の休業保障の大半を国が面倒見てくれるというような背景がありますから。はい、で、まあ政府にしたところで、知事から休業要請を、まあ緊急事態宣言を出してくれと言われて、 出さなければ、その結果起きることは全部総理大臣の責任ですが、出してくれと言われて、その結果起きたことに関して言うと、知事と責任が折半になりますから。まあ、総理大臣の側からすると、知事の自治体の長の立場から出してほしい、うちの地域は出してほしいということを言われて出さないという選択肢は政治的にないと。まあ、その結果今起きていることがえ目の前にあるということなんだけど、でもね、確かにね、 関西はまだあの、今、今日が発令かな。だから今日まあ、いつものようにパターンで言うと夜に発令されるんだろうと思いますが、うん、発令前なんですけどね、はい、昨日、今日、確かにね、街の中車で走ってると、車の数は減ってますね。うん、ああ、そうですか。結構顕著に減ってますね、これ、えーうん。意外と人の出を止めるという意味においては、うん、ただその結果何が起きるかね、ええー、あの、それはちょっとさっきの長浜さんの話に、はいうん、ええー、通じていく話なんで、うん え、その感染を抑止するという以外のことで何が起きるかということは、一旦横に話を置いとくとすると、単なる感染抑止ということで言うと、それなりに効果はあるんじゃないのというぐらい人は減ってますね、今。関西は。ただまあ、あの、前回のね、4月、去年の4月前後に出された緊急事態の時と違って、対象も限られてますから、あの時は学校も対象になりましたけどね。今回は学校が対象になっていない。まあ、これは当然だと思いますけど、まあ、とうとうのことを考えると、前回ほどの、 前回も緊急事態宣言にどのくらい効果があったのかというと、これまた議論があるところですが、少なくとも人の出に関して言うと、えー、この2、3日、関西もだいぶ減ってきてるかなという感じがいたします。ただ、医療の逼迫もね、当然のことながら私この番組で何回も申し上げているように、はい、若年層はほとんど症状出ません。ほぼ無症状です。ただし、一定以上になってくると、 え、重篤化する人が、あの、割合として増えてくるのは間違いないですから、高齢者に移したり、え、持病を持っている人に移すのは絶対やめようと。で、今週、いろんなデータを分析すると、やっぱ東京地区では1%前後ぐらいは、あの、この瞬間、つまり、 過去に感染して治ってる人とか、うんえー、そういう人はデータ的に今 PCR 検査その抗体、抗体じゃない抗原検査やっても出てきませんから、うん、だけど今瞬間に検査をやって今瞬間に出てる人がどのぐらいいるかっていうのは、当然のことながら感染してる人の総和ではないわけだけれども、今この瞬間で多分東京で1%ぐらい。だから人口にすると10万人を超えるぐらいは出ているだろうなと。うん、それだからあとは、 どのぐらい PCR 検査をするかによって、まあ、日々の陽性者が変わってくると。えー、年明けは、あの、三月日を終わってドン、ど、えーんと、検査中に駆けつける人がいたんで、一瞬ガンと上がりましたけれども。<laughs> まあ、でも全体の傾向として上がってるのは間違いなかろうと。うで、おそらく、ああ、映ってるタイミングからすると、去年のクリスマスの終わりから忘年会シーズンの最後の局面。で、年末の年始、もしかすると家庭で広がったかなということはあるかもしれません。んだから、 何回も申し上げているように、あの、自分は感染者かもしれない。ウイルスを持ってるのかもしれない。で、PCR 検査で陰性通だって、陰性で、感染してても陰性で出ない人が3割いますから。はい、で、今日受けに行ったけども、実は感染してて陰性でした。明日からウイルスが出ますということは十分あり得ますんで。うんね、そうですね。はい、PCR 検査は陰性証明にはならないということは、よく覚えと言って、PCR 検査を受けて、たとえ陰性になっている人であっても、はいうん、自分は、 今の段階でウイルスを出しているかもしれない。という発想で、ご高齢の方に、えー、ぜひ接しないと危ないですよ。ご高齢の方も逆に言うと、目の前にいる若い兄ちゃん別に咳してるわけでも、鼻水すすってるわけでもないけれども、うん、無症状が圧倒的に多いですから、うん、若年層は。だからウイルスを持ってるかもしれない。という認識にしないと、確かにご高齢の方がかかると一定割合で重症化しますから。ただね、えー この重症に関しても非常にミスリードが最近新聞で目立つのは今週ある新聞を読んでいたらとにかく医療が崩壊してて今重症になっても呼吸器すらつけてもらえない人がたくさんいるんですみたいなそういう記事があったんですが実はですねあの重症になって亡くなる方ってほとんどいないんですよ言っ点も一割ぐらいですね大半の人はまあ日本の医療のおかげで回復しますで実は 中等症、軽症と判断された人で亡くなる高齢者が非常に多いんです。で、ご高齢の方は人工呼吸器つけないケースがな、えー、特に80代、90代。私もね、昨日、おととい、ニュース見てて、東京の新規感染者が2000何人ですっていう時に、映、えー、ったのが何十歳から100歳代までのっていうニュース記事を、お、はいわ100歳代なのかと。 その100歳の人は一体どこで移ったんだっていうのもすごく知りたかったんですが、うん、現実問題としてそういうご高齢の方が移った場合何が起きるかというと、 症状が悪くなってくる。肺炎がひどくなってくる。で、えー、80歳未満ぐらいだと、まあ、本人も人工呼吸器をつけてほしい。家族もつけてほしいっていつけるケースが、えー、まあ、あの、つけるべき患者さんにはつけるんですけれども、えー、実は80、90ぐらいになってくると、人工呼吸器つけるだけで負担が大きいし、はい、本人ももうそこまでしたくないと。えー、で、ご家族の方も一旦人工呼吸器をつけて、えー、それで、えーあの、人工呼吸器を外すと、亡くなる。人工呼吸器 が最後、あの命を繋いでるという状況になったときに、これ、簡単に人工呼吸器なんか外せないわけですよ、でご,ご家族の方が外してくださいって言ったときに、医者が、いや、これ、今外すと死にますよと、殺人罪に問われるかもしれませんということになると、外せないということになると、はい。<laughs> 実は重症から亡くなるんじゃなくて、軽症、中等症から亡くなるご高齢の方が、そういう意味で人工呼吸器をつけていないんだっていう、基本的なそういう知識も含めてね、まだまだ知られていないこと、山ほどありますから、明日も連続してこの話、解説していきます <music> <music>。以上、ズームアンでした。 お送りしてるのはバンヘーレンでジャンプであります。もう、イントロ聞こえた瞬間に、おおジャンプだっていう、イントロ聞こえただけで元気になるという珍しい曲ですよね、これね。あの、バンヘーレンはね、バンヘーレングループの名前ですけれども、えあの、主要メンバーの名字がバンヘーレンですから、バンヘーレン兄弟ですからね、もともと。兄弟兄弟のはずですよ。はい。だから同じメンバーにバンヘーレンさんたくさんいますから。 <laughs> で、あの、一番メインの方が、去年から亡くなられたんで、はい、結構、その時にバンヘレン書けなかったかな。書けました。書けたですよね。はい、あの、だから、えっと、ドラマーのバンヘレンは今生きてますけど、うん、お兄ちゃんの方の、えっと、まあ、ギタリストの方のバンヘレンさんは、去年亡くなられたんでね。うんええ、だけど、まあ、本当に、 えー、こと今週、ザードもそうですけれども、うん、うん、名曲は永遠ですよね。そうです、そうです。いつ聞いてもね俺次生まれ変わったら芸術家になる。なってください。どうぞ。止めません。<laughs> さあ、お聞きの日本放送、この後は、結構あるあるワンダホーを挟みまして、鶴光の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝6時からは、飯田浩二の OK 工人アップ。明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんがコメンテーターです。緊急事態宣言などについて。 どうしようかなぁ<ん>画館なろうかな音楽館なろうかなぁなご自由に僕はあのこの春の太平洋団でリボーンがもう一つテーマですからもしかするとね太平洋団に成功して帰ってくると <laughs>、うん、芸術家辛坊治郎というふうに肩書き変えてもらうかもしれません辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と日本放送増山紗友香でした明日もあるよ <laughs>